年末商戦、それがラウンジの閉鎖を早めた理由なんですか。新ブランドのジャンル、あれをプロモーションの目玉にするんだよ。ジャンルの導入はうちからの強い要望でね、やっと実現したんだよ。とても残念だが閉鎖は避けられないだろうな。責任者があの伊藤部長だしな。伊藤部長ですか。失礼します。だからそれは決定事項、決まったものは動かせないの。君も子供じゃないんだからさ、いつまでもわからないこと言ってないでね。しかし部長、いいかね、ジャンヌだよ、ジャンヌ。ろくな売り上げもないラウンジと比べる方こそ無茶というか、なんていうか。ですからジャンヌに関係なく我が PSL を残していただく方法というのを検討していただきたいんです。そもそもね、PSL 自体があってもなくてもいい存在なんだよ。それサービスは大切ですよ。しかしね、利益を追求するという企業の論理もあると。しかし利益を追求するためにもお客様へのサービスを考えるというのが大切なことなんじゃないでしょうか。おお、だから新ブランド、ジャンルの導入じゃないか。それが本当のサービスでしょうか。そもそも、もっとなんというか、サービスの原点というか、そういうものを考える時期に来てるんだと思います。おいや、おいや、君は私に意見するつもりかい。あー、いいとこ来た、はい、なんとかしろよ、君の見たの。ちょっと待ってください、もう少し話があるんだ。今、この意識分かったのか。さっき人事行ってみたんだけどな、なかなか決まんないんだよ。彼女たちの移動先はさ、つまりこの先戻る先はな。しかしその前に、お前もっと現実到着しろって。俺たちにできることはスタッフたちの戻る先を決めてやること、それだけだろう。それはそうですか。それに今回のことは突然だろ。すぐに受け入れてくれる先はないんだよ。そんな時にお前がバタバタしてみろ。収まるものも収まらないだろう。あと10日で閉鎖ってどういうことですか。いや、このラウンジはね、最初から3ヶ月っていうことになっていたんだよ。最初からですか。そんな聞いてません私たち。なんとかしようと思ってたんだよ。特に鈴木君なんかね、一生懸命頑張ってくれたんだけど、結局私の力不足ということで本当に申し訳ない。 あのここが閉鎖したら僕らどの部署に戻ればいいんでしょうか。皆さんに関しては元いた部署に戻れるように今上の方と交渉中ですから、まあご心配なくね。チーフはそれでいいんですか。いや、本当に申し訳ないと思ってる。そんなこと聞いてません。彼のせいじゃないんだよ、これあくまでも上の方の方針でね。でもなんか納得できませんよ。閉鎖は決定なんですね。とにかく気持ち切り替えて、あと残り10日間思いっきりやりましょうね。チーフ、田中様がいらっしゃいました。はい、行きます。じゃあよろしく。ね、榊原さん、頑張ろう。ございました。私も納得いきません。ああは申しましたけど、今後のお客様との信頼関係がとても心配です。それじゃ。参ったな。閉鎖？本当に？はい、このスペースに新しいブランドが導入されることになりまして。ご愛顧いただきながら大変申し訳ございません。申し訳ございません。残念だわ。そうよね。恐れ入ります。ただこの後に入りますジャンヌというブランドは今非常に話題になっておりまして、日本では我がハリーズが初めて販売ライセンスを獲得したブランドでもあります。そちらもご用意くださいませ。なんか悔しい。悔しい？鈴木香織があんな風に見てるだけなんて悔しいし寂しい。彼も辛い立場だと思う。分かってます、分かってるけど。ありがとうございました。ありがとうございました。針の準備は済んだな。まあでも私だけ逃げ出すみたいな気が引けるんですけどね。そんなことないわよ。羨ましいわよ。私も何か見つけたいな。美咲さんが、うん、
自分にしかできない何か、自分が生きてるって感じられる何か。これって都築薫のセリフか。ラウンジ閉鎖のお知らせがあったか。もう準備できてるなんて、いやに手回しが良すぎるわよね。ダメなんですか？どうしても、どうしてもここなくなるしかないんですか？残念だけどね。でもせっかくここまでやってきて、お客様にも喜んでいただけるってことが分かってきて、なのに。本当ですよね。もうやってないの？せっかくクローゼットキャンペーンで私たちこんなに洋服持ってきたのに。勘弁してよ、せっかくお持ちいただいたのに大変恐縮です。お受けいたしましょう。はい、わざわざお越しいただいたんですから、どうぞ。あ、どうも。嬉しいわ。じゃあ、これみんなですけど、全部でいらっしゃいますか？大変申し上げにくいんですが、お一人様一着ということで。よろしいですよ、はい、お受けいたしましょう。いや、ありがとう。あ、もう猪子さん。猪子づちですけど、ございましょう。これ運んで。いらっしゃいませ、どうも。こちらお持ちして。お知り合い？あ、じゃあ早くして、ほら急いで。このように同系色のものを合わせますと、ぐっと落ち着いた雰囲気になります。思い切ってこのようなお色を合わせますと、ぐっと華やかな印象になるかと思います。おお。そしてこちらのお持ちになったスーツのスカート、ボタンを外しお直しをしてシンプルに、それに組み合わせるものとしてはこちらのシェパードチェックのジャケットをご用意しました。まあ、このように少しのお直しと組み合わせ次第ではまだまだお召しになることはできます。以上です。いかがですか、玉木さん。ありがとう。眠ってた欲が光ったわね。うん、そうだね。では今回コーディネートできなかったものですか？それはみんな処分してください。着られそうなものがあったらもらってくださいよ。まあ、どうせ持って帰っても着ることはないし、それに処分に困っちゃうし、もらっていただけると助かるわ。いや、でもせっかく僕がプレゼントした洋服もね、いっぱいあることだしよ。いらないね。いらないです。しかし本当にいいんですかね。いいんじゃないの。だってお客様の気持ち分かるもの。もう着ないと分かっていても捨てられないでいる洋服って山のようにあるのよ、女の引き出しの中には。そうそう、あとウエストが2センチ遅くなったら着るつもりのスカートとかね。あるよな。また流行るんじゃないかしら、なんて捨てられない服とか。ある。だけどそういうのって絶対着ないんですよね。あ、まずないわね。でも捨てられない。そういうこと。なるほど。ということはやはりクローゼットキャンペーンがいいかな。はい。いや、実はちょっと考えてたんですよ。ラウンジ閉鎖が避けられないなら、最後に何かお客様に喜んでいただける企画はないかなと。いっそのことリサイクルっていうのはどうですか？リサイクル？こういうふうに女の人のクローゼットの中にはそれこそ着ないで眠ってしまってる洋服が山ほどあるんです。それをうちで買い取って売るわけ？でもそれじゃちょっとリスク大きすぎますよね。例えば。ねえねえねえ、じゃあさ、交換にするの。交換？だから物々交換ですよ。自分の洋服と他の誰かが持ってきた洋服と交換する。だけどそれは面白いかもしれないわね。でしょでしょ、うん、でしょ。確かに確かに。確かに。確かに。しかそれではうちの売り上げが。この際売り上げは度外視してもらいましょう。度外視？最後にドカンとお客様が喜ばれる企画なんですよ。いいじゃないですか。いや、それは。ああ、何よ、そのぐらい通してよ、チーフとして。そのぐらいね、ね、ね、ね。確かに、確かに。わかりました、やりましょう。やったー。盛り上げといてなんなんですが、大丈夫なんですか？なんとかやってみましょう。そうですか。というわけで、都築薫の心配をよそに、デパート史上日本初の、いえ多分世界初のリサイクルキャンペーンをやるべく、女性たちの息は上がったのでありました。お願いいたします。力のあるスタッフたちなんです。